こんにちは、どうもヒデオワールドです。今日は2回目の脱毛に行ってきました。いい感じということで、タイトルの通りでして、ユニクロで 15,910 円の買い物してきたよ、イエーイという動画です。よろしくお願いします。この動画では単純に僕が今回ユニクロで買ったものを、はいこれで買いましたっていう、ただそれをこう一品一品パパパパって紹介するだけです。また別の動画で、まあこんな感じですみたいな動画を撮るという予定なので、もしよろしければそちらも見ていただけたら幸いです。それでは早速買ったものを見ていきましょう。先に結論を述べておくと、このスクショの通りでして、はい、今回はユニクロで 15,910 円の買い物をしましたということです。内容はこんな感じで、エアリズムボクサーブリーフパンツの M サイズを4枚、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツの S サイズを3枚、ウルトラストレッチドライ EX フルジップパーカー S サイズを1枚、エアリズムコットンカーディガン M サイズを1枚、これで合計 15,910 円でした。で、紙袋がね、10円なので、まあ実際は 15,920 円です。まあ、結論としては今回このものを買いましたよということです。では1点目からいきましょう。バーン、エアリズム。てか、だから今回エアリズムめっちゃ買ってんのよ。めちゃくちゃエアリズムに侵食されているヒデオワールドです。まず今回買ったのがこのエアリズムのですね。はい。ちょっと見せてくれ。はい、今回買ったのがこのエアリズムコットンカーディガン長袖ですね。2,990 円でございます。サイズが M サイズでして、で、僕が購入したのはこれグレーでございます。ちょっと軽く羽織っていいですか？ちなみに今着てる洋服もこれ全部ユニクロで、ユニクロのタックワイドパンツ、ユニクロのベルト、ユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ、L サイズでございます。ちょっと着ますと。このね、エアリズムカーディガンを買った理由はシンプルでして、これから夏始まりますよね。あと今日とかめっちゃいい天気なんだけど、朝とかめっちゃ寒かったんですよ。という時とかにこのね、カーディガンが1枚あると、はい、どうでしょうか。この洋服めっちゃ、なんていうの、1枚あるだけでちょっと暖かいというか、寒さ対策になると。で、これをさ、今締めてるとちょっとカッチリしすぎというかあれなんですけど、基本的にこれ開けて、はい、こんな感じで開けて使おうかなと思ってます。これでさ、はい、だいぶその、なんて言うんだろう、夏も1枚こう羽織っていくことで、まあ、電車とかバスとかって寒いじゃないですか。あとちょっと僕も脱毛してるとかいろんな理由もありまして、まあ、なるべくこう日焼けをいい感じに回避するというか、日焼けしすぎないようにするっていう意味とかでもこのカーディガンいいですよね、ということで買ってみました。ちょっと光の加減とかで見づらいかもしれないですけど、素材感はこういう感じでございます。ちょうどいいカーディガンって感じ。1枚こうやって羽織れるだけでもちょっとシルエットも見た目も変わるし、ちょっとこう爽やか感が出るんじゃないでしょうかと思うんですけど、皆さんいかがでございましょうか。ということで、これがまず1点目でございました。お次が2点目、こちらだ。でーん、ウルトラストレッチドライ EX フルジップパーカー長袖ブラック S サイズ2,990円でした。もうさっきのカーディガンとかもそうだけど、名前がマジで長い。これなんで買うのって思う方いるかもしれないですけど、僕ですね、一応こう日々ウォーキングをしたりだとか、なんかたまに夜ランニングしたりだとか、割とこうちょっと外でこう運動することが多かったりとかして、これもさっきの理由と同じで、で、日中とかですね、この暑い時期とかの日がガンガンある時とかに、こうスポーツウェアじゃないんですけど、そういう時とかにも着れるし、そしてこのね、タックワイドパンツと、まあ、こういうオーバーサイズ T シャツの上に軽く羽織るだけでも割といいんじゃねっていうことで買ってみました。ちょっと早速着てみます。はい、こんな感じでして、どうでしょうか。ちょっとシルエット的にはさ、まあ、ちょっと開けて使う分には全然問題ないと思うんですよ。で、今のさ、この5月とかの時期とかもそうですし、まあもしくは秋になった時とかもそうですけど、ちょっと夕方とか朝ちょっと寒いなーみたいな時あるじゃないですか。そういう時とかにもこれが使えると。で、ここをこう締めて、こういう風に使えると。で、これ今タックワイドパンツ履いてますけど、ユニクロのウルトラストレッチジョガーみたいな、ちょっとこうスポーツウェアタイプの、ちょっと細身のズボンとかに、まあいわゆるマッチします。つまり、ちょっと夕方ウォーキング行こうかなって時とかに、これ1枚羽織ればさ、こう下に何着てようかと言いますか、そういうのをこう関係なくちょっと運動しやすくなるし、で、あと日中とかにさ、よし、じゃあ外行こっかってなった時とかに、さっきのカーディガンがどっちかっていうとちょっと綺麗系の服じゃないですか、どっちかっていうと。だけど、ちょっともうちょいこう汗をかけるような運動したいな、ウォーキングしたいなって時とかに、これ1枚こうやって羽織っていけばさ、こう日焼け防止にもなるしっていうことで買いました。はい、こんな感じになります。はい、めっちゃ怪しい。で、一応ですね、ここ指こうやって出せるようになってて、はい、チャリンコ乗る人とかもうこういうのいいんじゃないですかね。でも基本これ素材が、はい、見えますかね、結構薄くて、こう僕のこの後ろの姿がこうちょっと見えますか、スケスケなんですよ。なので本当にちょっと肌寒いな、ちょっとエアコン効きすぎかなって時とか、なんかこれから電車とかに乗ってちょっと薄着だと嫌だなっていう時とかに、こんな感じで軽量なんで、これでちょっと寒いなって思った時サッと羽織れるっていう、なので買いました。さあ、お次がこちらでございます。じゃじゃーん。はい、1、2、3枚でございます。
そう、こちらでございます。ダーン、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖ブラック S サイズ1990円を3枚買いました。ヒデオワールド動画を見てくださってる方だったらもしかしたらわかるかもなんですけど、僕ですね、エアリズムコットンオーバーサイズしてて、エアリズムコットンさこのオーバーサイズ T シャツをですね、今 L サイズこれを一応4枚持ってまして、実は2枚は未使用でタグ付きでずっと封印してるんですよ。で、残りの2枚でこれを昨年とか、まあ、今年も今これ着回してるんですよ。はい、持ってきました。これがもう1枚のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ L サイズと、今僕が着てる L サイズと、そしてはい、タグ付きの新品未使用の L サイズのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツです。で、一応ですね、僕が肉体労働で使ってるやつももう2年前とか3年前とかにもう使い古したエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツの M サイズを使ってます。どんだけこれ使ってんだよって感じなんですけど、まあ話をギュッとまとめますとですね、ちょっとサイズを僕ちょっと見直そうと思って、ちょっと僕の L サイズってちょっとどっちかっていうと本当にね、ゆるゆるなんですよね。もしかしたらこういうぐらいのね、はい、これぐらいのオーバーダラダラ具合が好きな人も多分いると思うんですよ。ただちょっと僕的にはこの S サイズとか M サイズとか今日ね試着めっちゃしてる、もう全部やって全部試着して、その時にですね S サイズがなんかね、もうこれが一番なんかフィット感いいというか、こうダラーンとしてなくて首元とかもなんかちゃんとキュッとっていうんですかね、ちゃんとしてて、自分自身もこれを着てると、まあいわゆるなんか自分似合うなみたいな思えたんですよ。いわゆるサイズ感ってやつですよね。だから今やっぱりこうオーバーサイズがすごく流行ってたりとかトレンドだったりとかってあると思うんですけど、だからそこに寄せすぎちゃったがゆえに、なんか自分これ着てる時とかにちょっとこうなんかゆるゆるな感じ、逆にそれがなんか自分にとってマイナスになっちゃうみたいな。もちろんそれがね、似合う人とかかっこいい人とかめっちゃ皆さんいると思うんですけど、どちらかというとある程度のゆるさを持ってる感じの方がいいのかなみたいな。これ難しいんですよ。まあ、実際にちょっと着てきます。これがエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ L サイズの、はい、タックインした状態でございます。はい、もうこの肘部分とか見ていただけたら分かると思うんですけども、大体もうめっちゃ被ってるんですよね。まあ、これもこれでなんか可愛いって言ってくれたら嬉しいんですけど、こういう感じです。で、これタックインしていただいて、で、ちょっと一回タック外出しますね。一回外出すと、はい、まあ、こんぐらいのサイズ感なんですよ。はい、結構丈ももう長くて、はい、こういう感じです。ではちょっと S サイズに着替えていきますね。S サイズを着る時が来た。はい、ということで今ですね、S サイズ着てみました。いかがでしょうか。はい、ちょっとさ、遠目でちょっとごめんなさい、分かりづらいと思うんですけど、ちょっとサイズ感ちょっと変わりません？なんかちょっと似合ってない？首元のダラダラ感、ゆるゆる感みたいなのがなくて、あ、なんか一応オーバーサイズは着てるけど、別になんかすごいみすぼらしい感じではないというか、ある程度ちょっとゆとりあって、なんかちょうどいい感じじゃない？これ今でタックインしてないんですけど、サイズ感もここぐらいで、はい。どうですか？で、ちなみにタックワイドパンツもこれ S サイズでございます。だからね、やっぱね、自分の体型に合ったものをなるべくこういい感じにやっぱチョイスしていくってすげえ大事だなってね、ちょっと今回で改めて思ったんですよ。じゃあちょっとタックインしていきますね。はい、ということで今タックインした状態でございます。いかがでしょうか。これ今エアリズムコットンオーバーサイズ T の S サイズを着ています。雰囲気変わりません？なんかさっきのさ、 L サイズを着てた時のあのなんかダボダボゆるゆる感とはちょっとまた違って、ちょっとこういわゆる清潔感じゃないんですけど、なんて言うんだろう、こういうのね、ちょうど程よいここのさ感じとか、ここの首元とかもさ、はい、ちゃんと締まってて、そう、 L サイズはでかいがゆえに洗濯した後とかにここがね、なんかね伸びてく感じがあったんです。で、使い古した M サイズのやつは仕事で使ってるんですけど、それねちょうどよくて全然首元ダラダラならないんですよね。まあこんな感じなんですよね。なんかね、これを僕さっきユニクロの試着室とかで見てたら、あ、なんか S サイズが一番自分にとってこうなんていうの、自分の体のパフォーマンスを引き出してくれるって言い方、ちょっといい言い方をするとね、だと思うんですよね。いわゆる僕ちょっと細身なんですけど、逆にこの細さをちょっとゆるくした感じにしてるって感じ。すげえダボーってしてて、そういう感じじゃなくて、自分のこのちょっとした軽いちょっと筋肉質な体とかも、これだとこういい感じに、それがいいこうなんていうのかな、相乗効果を生むというか、何言ってか分かんないですね、もう自分でも。まあ一言で言うと、多分こっちの方が自分似合ってるだろうなって思うんですよね。あとですね、 L サイズと違ってちょっとここが短くなるじゃないですか、ここの袖っていうんですか。だからね、やっぱ軽いんですよ、体がもう全部が。当たり前なんですけど、洋服の面積がその分ちっちゃくなってるんで、だからめちゃめちゃなんかね、体
が軽く感じますね、はい、こういう感じでございます。であとはここをね折りたたむことによっていかがでしょうか。ちょっとこれもしかしたらちょっと人によってあれかもしれないですけど違いません、ちょうどいい袖感というかちょっとこういうのができるのが S サイズかなって思ったんですよ。まあこんな感じでですね、はい、なんかちょっと雰囲気がまたここを曲げたりするだけ曲げる折るだけでちょっと違いますよね。これがね僕ねすげえいいなと思って、 L サイズだとねここがねこうまだこう長くついちゃうからうんーって感じだったんですけど、これだとさまたちょっと T シャツの感じの服のなんていうんだろう使い方の変化ができて面白いなと思ったんですよ、ね、で今これ僕タックワイドパンツ履いてるんですけど、てかほとんどこれしか履いてないんですけど、はい、これしか履いてないんですけど感動ジャケットと感動パンツ僕持ってるんですよ一応ね。ってことはですよこれをさここで履き替えれば、まあ、セットアップとしても着れるわけですよね。このダラダラした感じのセットアップじゃなくてどっちかってこう自分のスタイルが出るようないい感じのこうなんていうの清潔感あるなんていうのファッションができるというかっていうのができるのがこの S サイズかなと思ったわけでございます。 L サイズだとさ感動ジャケットをさ S サイズぴったり履いてるのにさ上だけすげえダラーンってなっててここダラーンってなってるとなんかちょっとアンバランスじゃねってなっちゃうんですけど、この S サイズであればもうとりあえずこうやって曲げなくてもいいしここ戻してもいいしそれでズボンはまあ正直何でも似合うじゃないですか。これもしかして自分のもう求めてた最適解じゃねっていうところにようやくなんか長年こういろいろ考えてて今回試したんですけど、まあ、これが最適解なのかなというところの感じでございます。長くなって申し訳ないんですけど、まあ、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ S サイズを3枚買いましたということでした。はい、そしてお待たせいただきということで最後です、ラストです。はい、エアリズムボクサーブリーフローライズ M サイズを 1,2,3,4 枚買いました。これお値段なんですけど、このエアリズムボクサーブリーフローライズ M サイズは990円でございます。なので4枚買ったので、まあ、3600円以上かなでございます。皆さん聞いてくださいよ。僕が履いてるボクサーパンツ、ちょうど今ここにあるんですけど、はい、見てくださいよ。4年前に GU で買ったボクサーパンツでして、今ここ2枚あるじゃないですか。合計4枚持ってて、それをもう4年間履いてました。見てくださいよ、もうちょっと見づらいと思うんですけど、はい、見てください。もうボクサーパンツこれめっちゃ穴開いてても破けてるんですよ。はい、やばくない？つまりですね、4年ぶりにこのねボクサーパンツをまともなやつに変えることができたということなんですよ。やばくないですか？4年越しですよ、4年越し。これ自分で言うのも変なんですけど、やばくない？4年間ずっと履いてんで、パンツって変えた方がいいよねとか。あるじゃないですか、その運が良くなるよねとかさ、なんかあとその清潔感がとかあると思うんですけど、ガン無視できました。ちょっとだけど最近はですね、やっぱりいろんなものを手放してきたし、で今いろいろものをこう買い替えたりとかしてね、こういろいろやっぱやっていくと、やっぱりね潜在意識的にやっぱこうパンツとかもそうなんですけど、やっぱ買い替えるとすごく爽やかになるし、すっきりするし、心とこう脳みそのそのなんていうんだろう、モヤモヤしたのが一瞬で消え飛ぶんですよね。なのでじゃあもうこれ買おうっていうことで今回はい4枚買いました。もう今後はこれ4枚をルーティンしていきます。まあ、とりあえず今回は4枚買ったんで、今後はこの4枚をひたすら履き続けていくという、そんな人生を送っていこうと思います。はい、ということで今回はですね、ユニクロで、はい、このいろんなものを買いましたよと。で、合計が 15,920 円ですね。はい、ショッピングバッグ、紙袋が10円なので、まあ、実際は 15,910 円なんですけど、紙袋がついたんで 15,920 円です。ということでございました。ようやくですね、今これ着てますけど、はい、やっぱ S サイズのこのエアリズム着てるのすげえね、楽です。はい、なんか自分のすごい体軽く感じます。ここのなんかダルンダルンさんがなくなって、だけどやっぱ五分袖なのでちょうどいい感じするし、しかもパンツも変えたわけじゃないですか。ちょっとね肌寒いなと思ったら、はい、このエアリズムカーディガンをこうやって羽織れば、ほらもうこれだけでさちょっと雰囲気、もうこれこんな簡単に雰囲気変わるのめっちゃ楽じゃないと思う。で普通に夏だったらこれ脱いでさ、はい、よしこれで出かけようって、ようやくちょっと今自分の中でね、これまでこのちょっと1年間ぐらいいろいろ考えてモヤモヤしてた部分もあったんですけど、多分これで解消されたかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。僕の動画はですね、なんかユニクロの動画割といくつか出してるので、もしよろしければユニクロのね再生リストとかあるので、ちょっとチェックしていただけたら嬉しいです。もう基本僕が着てるのほぼ全身ユニクロマンでございます。で、T シャツとかも同じのを着回して、で、もうそれで日々ブログ書いたり、YouTube やったりとかっていう感じで、まあなんかゆるく生きてるやつです。この動画がですね、面白かった、ためになった、参考になった、あ、ヒデオワールドなんかまた良くなってんじゃんって思ってくださった方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価もお願いします。あとなんかコメン
ント欄とかでいいね、イケてるね、最高だぜみたいなコメントをどしどしお待ちしておりますし、もしなんか気になったこととかわからないこととかあれば、僕の知れる範囲で、僕のわかる範囲で、僕の言葉で返信とかさせていただきますので、はい、それでよろしければぜひコメントとかもお待ちしております。ということで今回の動画は以上となります。いや、ようやくユニクロ行けて、新しく服変えて、ちょっとこれで綺麗さっぱりこの春夏楽しんでいけるかなと思いますので、皆さんもお互いにちょっと人生楽しんでいきましょう。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。